体積層対比の法則は垂直的な地層において、一つの体積層が他の体積層に前位した際、これらが示す体積当時の環境は隣接していたことを示すという法則である。発見者のヨハネス・ワルター体積層は、とある一群の地層の中においても、それぞれの体積状況の違いによって、複数の分類が可能であることがあり、このような場合において、その分類のことを言う。 ここで垂直的な地層を考えると上下の体積症によって当時の環境を復元することが可能であり、これを体積層対比の法則という。この法則は路頭以外においてもボーリングコアやそれをもとに作成された中上図でも成り立ち、古環境を復元するために活用されている。また、喧騒が存在しなくともこの法則が成り立つのであれば、 垂直的な層の隣接は水平的な層の隣接と対応するため、層の隣接を層の対比に活用する際に活用されている。発見者の名前をとって、ワルターの法則とも言う。英語においても、バルター、エスロー・オブ・ェイシーズとも呼称される。また、ロシアにおいては、ゴリバッキンスキー・バルター、エスローとも呼称されており、これは、ロシア人の地球科学者、 ニコライ・ゴロビンスキーが独立にこの法則を発見されたと言われているためである。ありがとうございます。